こんにちは、柴田です。今回は東海リボーンのレビューなんですけれども、今話題のジャパンヴィンテージのリボーンではなくて、こちらはですね、近代のリボーンになります。おはようございます。昨今ですね、ジャパンヴィンテージブームなんですけれども、特にですね、今高騰しているのが東海のリボーンLS80 なんかはですね、ほんと40万50万みたいになってるんですが、そのリボーンを継承するのがですね、こちらリボーンオールド、これがリボーンオールドです。ジャパンヴィンテージの東海リボーンは79年から80年と非常に短い期間だけリリースされておりましたので、現在ね高騰しているんですけれども、まあそれをね引き継いでおります。メイドインジャパン、国産のリボーンです。仕様もですね、かなりね上質なものになっておりまして、まずバインディング、これねオーバーエッジのバインディングになっています。これだけでもねかなりね上位機種感があふれるんですけれども、指板はなんとはからんだ、かなりね黒したはからんだになっております。そしてマホガニーのバックにメイプルのトップと、特徴はですね、このブリッジですかね、バーブリッジになっておりまして、ピックアップはオリジナルの P90 が乗っかっております。東海はですね、今まで何本も鳴らしてきてレビューも撮ってるんですけれども、これがね一番しっくりきますね。生音もねすごいです。めちゃめちゃ鳴りますよね。ネックもね太いんですよ。近年の東海のレスポールはねこんな太くなくて、ちょっとねバインディングがエッジ感があって尖ったような感じがしてたんですけれども、このネックの太さに合わせてですかね、結構ね丸っこい感じで非常に握りやすいです。太さもあるので生音も非常に響くと。ではリアから鳴らしていきます。甘く枯れた感じ、センターです。フロント、カリッとした感じがありながらも、この P90 の甘さも出ている。じゃちょっとドライブかけてみましょうかね。続いてセンターです。続いてフロントです。非常にいいですね。トータルバランスめちゃめちゃいいっすね。レスポールのいいところと P90 のいいところ、かなり良いところがねこう集まってるような感じです。まあ、せっかくなんでね、なんかレスポールとあと P90 のストラト、まあ、そのあたりねちょっと鳴らしてみましょうかね。ではハムバッカーのねレスポールのフロント
て P90 のストラトのフロント行ってみましょう。では再びリボーンです。もちろんそれぞれにね良さがあるんですけれども、甘さマイルドさでいくとやっぱりねこれが一番いいかなと思います。まあ、もちろんねカッティングとかはストラトの方がいいだろうし、ずぶといミッドローなんかはギブソンのレスポールの方がハムバッカーの方がいいと思うんですけれども、多種多様性だったりとかこれね非常にねいいとこついてるんじゃないかなと思います。ぜひぜひですねジャパンヴィンテージだけではなく今の国産の上位機種こちらの方もですね、チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。